皆様こんにちは。こんにちは。ファイナルファンタジーコラボがやってまいりました。ただいま12時2分、もう来て2分後でございます。始まったばかり。初見挑戦参ります。超地獄級からいきなり参ります。はい、このパーティーでいきます。ソニアグランパです。参りましょう。はい。挑戦。おっ。あ、そっか。音楽から。全員ボスなんだ。OK、はい、全員ボス戦か。うわっ、音がすげえ。え、やばいこれソニアグランで来たらダメなダンジョンじゃない？ソニアグランで来たらダメなダンジョンじゃねえかこれ。色揃わないんじゃん。やばいな。まあバータとか使えばいいんだけど、さすがソニアグラン回復力は申し分なし。おお、カーリー使います。いきなりですが闇カーリー使います。いきなりですね。オールドロップチェンジ発動。入ります。やっべくーあぶりー。あ、さすが超地獄だな。そんなわけで2回戦でございます。はい、もう初見はバトル1を通過できませんでしたね。ちょっと変換がね、5色揃えるのハードル高いかもしれないということでやられました。ベジットでいきます。挑戦。ああ、すごい。いきます。はい、今度は遅れを取りません。参ります。音がすごいな。これで。このパーティーはもう完全に私が普段使ってるパーティーなんですけども、日染めでございまして、あらまあ結構強いね。おお、すげえな。とりあえずベジットなね。さあ、おお、火が来た。ラッキーで回復も。さすがなんかボス連戦なかなか強そうだね。やべ、参ります。まずはこれで乗り切りましょう。なかなかバトル1からこういい感じで来るんです。お、金バトル2。また背景変わった。やっべ。これ背景変わるの超かっこいいな。すごい。しかもこいつ水か。前半水かで根性マークない。よし、いきます。バンバンできないです。さて、おお、光の2コンボじゃねえや。落ちコンまで来た。火だ。ごめん。ああ、いい感じ。うわ。悪くないな。非常に悪くない。これで根性を超えよう。これで根性をやり過ごして残りを後半戦といきましょう。うわー、怖っ。え、消えないし。しかもやべえ、背景が隕石。すごくない？今隕石食らった時に背景変わった。え、根性マーク消えない？スキルマーク、スキルに合わせて背景が変わったってことですよね、今ね。ダメだ。隕石が来て。ベジット使います。威嚇します。威嚇。耐えられないと思うこれ。この後。回復が間に合わない。倒しきれないなら。かつ根性でしょ。倒しかねえしな。ベジットソード発動。でもできるだけなんか根性発動したくねえ。根性じゃねえや。16倍が発動した。まだ根性マークある。え、行ってみたらいいんじゃないですか。なんか行ってみたらいいんじゃない。行ってみるとはとりあえずも殴れと。これ多分もうクイックケアまで使えますよ。クイックケアしてから行く。この後何来るか分かんないし。殴りますね。はい。火を外してコンボ決めようかな。結構難しい。いやだってこれいっちゃって。いや無理やで多分。もうここまで来たらもうその HP 削りすぎたら発動するみたいなやばいっすね。ああそっか。結局なる。そっか結局そうかそうだな。倒した。これ根性マークあれですね。どういうこと？フェイク。え、嘘？意味わかんない。どういうこと？ちょっとこれ後で攻略記事上がると思うんで、それご確認ください。フェイクですよ。どういうこと？だから行っちゃっていい。うわーっつったで。行きます。これは木なんで、属性が木なんで多分これで倒します。これ多分ワンパンです。はあ、全員金でドロップしてるな。すげえな。てか背景やーべ。毎回根性だ。根性エフェクトいきます。殴ってみましょう。この根性エフェクト一体何なんだ。あ、硬い。いきます、はい、これぐらいいっちゃってもいいだろう。これぐらい殴ってもいいだろう。おそらくあいつは耐えるんじゃないか、さっきの感じだったら。どう？ぴったり。振動している。そして根性マーク消えないやつ。これまたさっきと一緒じゃないですか。さっきと一緒だから。いきます。もう今回は普通に殴ります、うん、どうかな。どうしよう。いかほどどうなる。不思議不思議。最後に根性マークが切れてポコンと卵になる。こいつ3回攻撃ぐらいするのかな。なんかピコンピコンピコンってめっちゃピコンピコンいった、うん、いきます。さあこれでどうだどうだ。宇宙の法則が乱れる。これぐらい削れるのであれば多分大丈夫。いきます。あれもうちょっと最低4コンボじゃ。あーラッキー、ありがとう。これはいったな、うん、なんか最初のコンボだけだと危なかったな。通過。あ、ドロップしてねボス。おお、ケフか。え、今回やべえな。全員背景違うな、ね、めちゃくちゃ凝ってますね。しかも攻撃によって背景変わるとかも半端ねえな、うん、これワンパンしていいんですかケフカさん。確かにあと1。これワンパンできそうな。ワンパンしていいんですか。 HP どのくらいなの。ダブルドロップ変化引き発動。英雄の守り保険ね。いきます。はい、いきます。やべ、ずれてる。さあこれでどうだ。おそらくワンパンクリア。あ、なんか命、夢、希望、そんなものは降りてきた。すげえな。何なんだこれ。降りてきた。光と闇の半券ですね。超ワンパンだと思ってね、終わったと思ったの。めちゃくちゃ面白いですね。すげえな、いろんなギミックが入ってて。どうしようかな、もう一回本気でやろうかな。いっちゃうか、ワンパンするか。怖い。極点の情熱。色がギリギリだった、危ない。ハートを消せばね、ハート含めて消して参ります。はい、これでどうだ、これでどうだ、いかほどだ。ああ、ワンパンで切れ物かわれるじゃねえな。週末これ、そうか、イカ通んないから、ベジットは。うん、イカが通らないね。いきます。はい、ああ、もう一個ぐらいコンボ作りたかったけど。5コンボ、6、うん、さあ、これでどう。6コンボだ。4つ消しを含めた6コンボータリー。セーフ。インドラのあと1が残ってた。危な。え、これインドラじゃなかったら死んでたな。ありますね。一応クイックケア、もう次で終わらせます。はい、超ベジスーパーベジットソードホズドゥ。さすがに倒せんか。はい、いきます。はい、ただこれは勝ちましたね。満身創痍ですから、満身創痍ですけれども、これで勝ったでしょう。クリア。え？すげえ。FF のボスが倒れる。卵すげえ落ち方した。音が。あ、ごめん、びっくりしてた。聞いてなかった。やべ。今クリアの時の音あれでしたよ。やべ、聞いてなかった。あの音ですよ。あ、コラボモンスターの。そうはさせないぜ。3ターンの間、木と光ドロップが少し誰の強化モンスターなんだ。ボスパラメキア皇帝、こいつの隕石すごかったな。すごかったですね。全モンスターきっとエフェクトやばいんだろうな。これあれだ、エイトのリノアの武器。いや、本当だ、確かそう。リノア、リノア。次はおスコールの剣だ。あ、FF はね、全シリーズやったわけじゃないんですけど、45678と10はクリアしました。スコール。さあボスは、あ、クラウドだ。バスターソードだ。うーん、なるほどなるほど。でもこの勢いでこのスキル上げのやつがドロップしてくれると、これは嬉しいんじゃない。いいですね。あれ、まおちゃん、え、Sランクや。え、出てこい。本当だ。え、Sランクだ。5万点基準なのかな。そうかも。素晴らしい。びっくり、ラッキー、いきなり Sランク。ありがとうございます。ラゲット。さて、私この後ですね、はい、石をちゃんと買って、ファイナルファンタジーコラボガチャ。結構がっつりいきたいと思うんですけど、1回だけいきます、記念に。記念にね。ドン。うわ、すげえな、これ。すごい。ガチャドラが参ります。はい、来い、金来い。あ、金か。あー、なんだっけ、ビビだっけ。ビビだ。来ないで。1ターンの間攻撃を受けると闇属性で猛反撃、自分以外の味方のスキルが1ターンたまる、うん、なるほど。はい、以上「ファイナルファンタジー」コラボがですね、ついに始まりまして、ね、期間は2週間ですか、うん、2週間ですね、はい、皆様「ファイナルファンタジー」コラボ楽しみましょう。かなり凝ってる演出が、いろんな演出があるな、いろいろ見たいですね。はい、はい、ではさよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックスムライフでは様々な生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。